どうも、もこと申します。まあ、本日はですね、日曜日なんですけれども、でもニュースで噂のね、ポケモン GO の聖地としての一つとして知られる、錦糸町公園に行ってみたいと思っております。まあ、なんでもこの公園ものすごいレアなポケモンの巣窟となっているようで、私ね、ポケモンハンターとして、まあ、レベル14なんだけども、今日もこの公園でも乱獲に乱獲を重ね、もうあそこにいる奴らもう全員のポケモンをぶん取ろうかなと、もうその勢いでもう乱獲しようと思いますんで、お前ら見ててくれよな。なあ、ポケモンは俺だけのもんなんで、潰してやるからな、これ。ってなんか全員のスマホぶっ壊れたらいいよな。どうも、錦糸町公園で、到着しました。ご覧ください、この異様な光景を。これはまさに社会現象とはこのことかと。まあもうなんかね、私そのなんかいろんなアニメがね、アニメがどうとか、あの映画が社会現象だとかって言うけど、それを肌で感じたことってないんですよね。ただこのポケモン GO はもう、なんだろう、誰の目から見ても社会現象になっています、これは。で、今回私ちょっとこのね、まず錦糸町公園という、もう大都会、もうポケモントレーナーがもうわんさかいる世界で、お香をね30分間巻いていって、どんだけのポケモンを、まあ、乱獲できるのかをまず検証してみようかなと思っております。はい。でまあ、ちょっとボールもあんまないんで、まあ、ポケストップ回しつつ、やっていこうかなと思います。でこれもお香回しちゃっていいんですかね、これね。お香じゃあちょっと回し回します。ちょうど今お香が、もこじゃないですね、もこじゃなくて、あれちょっと待って、これフリーズした。ポケモンゴフリーズしやすいんだよね。少々お待ちくださいね。はい、では起動できましたんで、一発目のお香を早速、使っていこうと思います。はい、もう一緒になんか幸せ卵を使っちゃうか、これね、幸せ卵使いましょうか、これね。ちょっと2個あるから。はい、はい、ということでここから開始です。お香を回ってます。あ、いきなりパラス、いきなりからパラスが湧いてきたぞ、これ。いきなりからこれパラスがね湧いてきましたけども、初期の頃ってあんま感じなかったんですけど、最近になってなんかモンスターボール投げる瞬間になんかやたら曲がるようになったんだよな。ほら、あ、これ曲がってねえわ。うん、ちょっとね、まあ、結構自分あ合格できねえぞこいつ。30分しかねえんだから、お前てめえ無駄にボール使わせんなよ、この野郎。さあパラス、まず1体目頼む、行ってくれ。よし、行った。まあ3段階まで行けばまあ大体 OK。 じゃあちょっと公園の方にね入っていきますか。これコラッタっすね。はい、こいつも捕獲します。まあ、本来100ポイントしか入らないのが200ポイント入るのがでかい。いった。もうだからほんとおとなしく捕まってくるな、こういうのにも。ズビでも使っとくか。まあ腐るほど余ってるからな、頼む本当に。もうこれ行きました絶対に。はいはい、コラッタゲット。次、はい、現在お香を使って焼いて5分ぐらい経過。あ、コンパン出た、コンパン。違うんだよな、俺このポケストップの付近にいるポケモンのタップがすごい苦手なんだ。あ、いった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 。はい、コンパンですね。あ、結構レベル高いわこれ。やっぱトレーナーランクによって結構高いのが出やすいんですよね、これね。ちょっとまあ一発、うわほら曲がる、今みたいな感じで曲がるんだよこれ。もうだからジャンプするなお前は、コンパンの分際で。こらコンパの分際でジャンプしてんじゃねえぞお前。よし、これで行きましたね。頼む、行ってくれ行ってくれ、行け行け。よし、3段階まで行けばもう大体 OK、 大体 OK ですね、確定ですね。はい、テンテンテレテ。さあ、この錦糸町公園、現在ただ雨がね、突発的な雨が降った影響で、もうなんかみんな一気に木の下に隠れたり、あの傘を差したりということに伺いますね。まあ、雨が降っちゃった、仕方ねえな。雨降ってなんか全員のスマホぶっ壊れたらいいのにな。今アーボもいる、アーボもいる、アーボがそこにいる。こいつ、あー、お前じゃない。
違う。だから違う。ちげえってまして。これどうすりゃいいのマジで。だからお前ほんと。え、これ無理じゃねこれ。あ、いた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 、オッケー、オッケー、オッケー。あー、ボシーピン205。まあ、確実に行くっていうにはずるいの見つかっとこう。いけ。よいしょ、ナイス。雨強くなってきたな、マジで。外は晴れてんだけどな。雨、うわー、もうできたよ、もう。クソ野郎が。あ、しくった。失敗した。いけ。うわ、やべえ。若干こいつ距離遠い。よし。さあ、アーボもだから出て、お前空気読めマジで。お前出てきていいポケモンじゃねえよなあ。まあ、そんな大したレアじゃねえんだからさ、おとなしく捕まらないと。はい、あ、オッケー、あ、オッケーです。まあ順調にね、捕獲は進んでるんですけども、なかなかその激レアなモンスターは未だ出てない。あ、ちょっとポケストップ解消するか。あ、時間 OK と。あ、ちょっと待って、ニャス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 おるやん、ニャス。ニャスおるやん、俺初めて見た、ニャス。来た。これ嬉しいわ、ニャス初めて見た。いけ。おー、いけ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 。ちょ、スーパーボール使うか。いけ。よし。頼む、頼む。ニャス頼む。おニャス好きなんだよ、俺。あ、いた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 。しゃー、ニャース捕まえました。しかもこれ見て、やっぱトータル1200ポイント、これでかいな。やっぱいかにこの幸せな卵を回すかだね、このゲームね。そしてポケストップも回収していくと。あー、オッケーオッケーオッケー。お、 EV もいる、 EV もいる。まあ EV 持ってるけど高ランクの濃い。あー、ゴミか。まあズリの見つかってしっかり餌付けていきましょう。あー、違う。いけ。え、今のグレードじゃねえの。何も出ねえとは。頼む、いけ、行ってくれ。いけ、いけ、いけ、いけ。よし。よっしゃ。ちょっと場所変えましょうか、これね。あ、でも若干やってきたんで。どうしようかな。ちょ、もうちょっと中行ってみましょうか。お香使って大体10分が経過したんですけども、結構出る。やっぱそもそもここにモジュールがあるっていうのもあるんですけど、ストップある。まあ結構ね、このね、人がいっぱいいる中、この格好でなんかポケモン GO の実況するっていうのはなかなか難しいのもあるんですけども、なんかみんながね、そういうのもなんか 俺という存在を全く気にしないというかね。なんかもうみんなポケモン GO それだけ夢中ってことなんですよね、つまりね。なんかこんな不審者が一人で動画撮ってたらなんかね、通報されちゃうと思うんですけども。あ、こうなった、来た。じゃあここで海流出たんすって叫びてえ気分だな。あ、バーグナイト。ちょっとこれあったも出現したんで、はい、こいつも捕獲します。僕最近本当にボールが当たんねえからさ。あー、まず当たったってだけでなんか結構喜ぶんだよね俺。まず当てる、当てなきゃ話にならない、本当に。一回最高で、なんかそのボールが曲がるようになってから、なんかガーディーかなんかに俺スーパーボールとモンスターボール合わせて70個ぐらいぶっ込んで、で最終的に逃げられるっていう苦渋飲まされたことがあって、あれがトラウマで、本当になんかボール、もうそれ以来なんかポケストップだからなるべく回そうと思って。だから最初の頃ってみんなポケストップ溜まったじゃん、レベルも上がるし、なんかそんなに大して使わないし、あのなんか1個投げりゃ捕まるから。最近もうほんと失敗しまくるからさ。あ、ちょっと待って、これも飲ますか。よいしょ。あ、笑ったしか出ねえな。そう、誰も話しかけてこないですね。誰も話しかけてこない。マジか。
よし、オッケー。あ、たまたまや、たまたまおるやん、たま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 いますやん。ナッシー強いからね、ナッシー。あー、レベル低い。まあ、こういう CP の低いやつはもう問答無用で博士行き確定ですからね。いけ、よし、ナイス。これいったやろ。よし、捕獲完了しました。捕獲完了しましたよ。なんかもうどんどん出てくるな、ポケモン。いけ、頼みますぜ。一発でいけ、一発で。だからほんま出てくんな、マジで。あのね、ほんとレアじゃない分際でね、ボールから出てくる何事やねん、ほんま。頼むぞ、ほんま。俺のしもべになる、お前は。よし、まあ、本日、実は言うとね、その、あー、ちょっと待って、ほんまめた。選挙の投票日当日なんですけども、選挙に行かずに、ポケモン GO をやってる自分とは一体何なのか、この日本社会に対して何か貢献できているのかというのをちょっとふと考えさせられますね。で、多分ここに来てる連中もね、大半が多分選挙権、まあ、ない子もいるんだろうけど、まあ、持ってる人もいると思うんだよ、少なからず、大学生とか。うん、絶対行ってないからね、こいつら。朝からずっとここにいんだよ、みんな。選挙行けよ、マジでよ、ほんと。よし、選挙行けよ、マジでよ、ほんと。あ、不思議だね、いるじゃん、いる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 、ほら、いるいるいる、ほら、いる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 。EV もいるけどな、ちょっと不思議だね、行くか。よし、不思議だね、ようやく今日初エンカウント。これもうスーパーボールで、まあ、もうなんか一発でバコ行くか。行くぞ、もう一撃で。いけ、よし、ナイス。ちょっと右手が疲れてきたわ、もう。頼む、行ってくれ。行った、お前。だからほんと出てくんな。おー、やめろ、お前。ゴミが、ほんま。オッケー。あ、不思議な、おった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 、いました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 、いた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 、お前じゃない、お前じゃないんじゃ、クソが。たまになんか守護神みたいに出てくるような、レアなポケモンの周りになんか雑魚ポケがなんか、うわーってなんか包囲網作っててみたいな。ちょっと逃げちゃう、逃げちゃう、逃げちゃう、逃げる、逃げる、マジで。あ、おったおったおった。それだ、ストップとか。あ、よし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 、もう次絶対逃がさへんぞ、こいつ、ほんまに。あ、CP39 だわ。まあ、ズルイの身からモンスターボールでいいやろ。39やったら、いいで。ナイス、オッケー。これ、さすがにこれはいったと思う。これ無理やったら発狂するで、これ。はい、行きましたね。オッケー。まあ、もうね、雨になればもう、それだけ価値はあるんで、こいつの。ええ。なんか意外とほんと自分の家の周りとかでも思うんすけど、このポケストップに登録されてる箇所ってね、意外、あ、スーパーボール3つ、これうまい。意外とはこんな、なんかね、なんていうの、こんななんか面白いスポットあったんや、みたいな気づかされるんで、なんかそういう意味でも、やっぱすげえなと、ポケモン GO。はい、ということでね、中間報告ということで、現状、ここの公園で何匹捕まれたかっていうのをちょっといい報告します。今日の日付で相当してるんですけども、パラスからなんで、ちょっとここから数えてみましょうか。2、5、8、11、14、17、20、ジャスト20匹です。はい、ここを耐えてから約20分間で、あっ、EV がおる。こう炊き始めてからわずか20分で20匹、だから1分に1匹のペースで乱獲してるということになりますね。はい、これはやはり非常に効果があるんじゃないでしょうか。この特にこういう、やっぱなんかこういうところで使うと、そのより相乗効果で。いけ、イーブいけ、頼む。よし、行った。20分で20匹でも結構なペースですよね、これね。うん、暑ってか、これほんまに熱中症で死ぬぞ、みんな。よう平気でな顔してやれるな、みんなな。すいま
ません。今ちょっと動画を撮影してるんですけど、はい、ちょっとだけインタビューとかしてますんでしょうか。今やられてるのポケモン GO。 ポケモン GO です。ポケモン、僕もちょっとポケモン GO やってまして、今錦糸町公園じゃないですか、はい、こうなぜここに来られたんですか。僕はちょっと結構回ってるんですけど、はい、昨日は上の池袋、今日朝に来たんですけど、あ、今日も朝からもうここに、友達がちょうどここで、はいはい、ここ近くてここでやるっていう予定で、あ、そうなんですね。はい、ここなんかいいの出ました。まだ来たばっかなんですけど、はい、もう僕が行った中でやっぱ世田谷とかでミニ牛だったりとか、はいはい、あとここに来るときにゴルダックが出たりとか、あと地元だったらシギバナが出たりとか、あとシギバナ出るんですか。出ますよ、たまに。めっちゃやな。結構もうやり込んじゃって、はい、クラスでも結構浮いちゃったかなって思う。あ、浮いちゃった。今見つけたレベルどんぐらいですか。今レベルちょうど23が23。ガチ勢ですね。だいぶ英語のような。これから頑張る僕にちょっとアドバイスみたいなのありますか。なんか、はい、そうですね、はい、基本的には錦糸公園とかより上野公園の方があるので、はい、まあ、上野公園をお勧めしたり、あと池袋 の、 その西口が4つ一気に取れるので、そことかもお勧めします。あとよくネットに載ってるんですけど、はい、卵を使ってから一気に進化させる、それが20まではそれで、はいはいはい、あとから地道にって感じがあります。地道に。なるほどな。わかりました。どうも本当にお疲れ様でした。ありがとうございました。応援してます。ありがとうございます。卵、あと進化、そのタイミングでやはり幸せ卵をあの効率よく使っていく、それによってあのもう効率をもう倍増させていく、もうそれ20まではもうそれでもバンバン上げろと。多分そうなってくると20まで上げると、その多分出てくるポケモンの CP も自然と上がってくるんでしょうね。だからまずはやっぱもうランク上げろと、多分そういう意味だと思います。なんでちょっと自分もね CP ボンバンバン上げていこうかなと思うんですけども、いやしかしすごいっすねポケモン GO ね。あーもうすごいとしか言えへんわ。はい、捕獲完了 OK。 こんな感じ、こんなもん、このポポモルナ。ちょっとねやっぱそのここのなんていうの、不思名物なの、不思議だねがまだ1匹しか捕まられてんのがちょっと痛いな。不思議だねもうちょい捕まえたかったんですけどね。ただもうやはりお香の効果、そしてこのやっぱ公園でのその捕獲効率っていうののやっぱすごいんだよっていうのはやっぱアピールできないのかなと思います。やっぱそれはもう人がこんだけ集まるだけあるわ。うん、いけ、よし。なんかもうポケモン GO でね、なんかお花見ならぬポケモンゴミ、なんかポケモン GO やりながらなんかブルーシート敷いたり、なんかキャンプテント張ったりして、なんかね、お昼ご飯食べられたりされてる方もいらっしゃるようで、まあもう人と人をつなぐこのポケモン GO、 やっぱポケモンですげえだと思いますね。あっと、ここでお香がちょっと切れちゃったけど、ついでにこのコンパもいっておきましょう。はい、ただいまねお香と、幸せな卵の効果が切れてしまいました。ただ、まあ、やれることはやれたのかなと思います。よし、最後に、あ、最後のこのコンパンちょっと捕まえといて、最後の結果発表といきましょうか。はい、いやーしかしやっぱ大量に、あ、お前出てくんなお前は、こら、いけいけいけ、よしよいしょ。はい、では錦糸町公園での実践結果でございます。30分間お香を炊き、もう無駄なくポケモンを乱獲しにいった結果、パラスからやったか、これここのパラスから数えていきましょう。2、5、8、11、14、17、20、23、26、29匹、ギリギリ30匹には届かずと、言ったところでしょうか。ただ、まあ、約1分に1匹のペースでもうポケモンを捕獲できると。で、例えばこれ単純計算するとですね、仮にそのポケモンが全部そのすでにもう既存のポケモン、もうすでに持ってるポケモンだったとしても、幸せ卵を炊いた場合、まあ、大体200×30 ってことで6000か、6000経験値は最低でも、まあ、この公園とかで起こたくと30分で
得られるという結果が分かりました。はい、まあ、結構非常に有力なデータになったんじゃないでしょうかね。まあ、結構そのランクが上がるにつれその、経験値得られにくいようになっていくんですけども、まあ、こういった形でなんかどんどん効率化を図っていけばいいのかなと思います。はい、で次ちょっと僕がこれから行くのが今度はもうこことは全く真逆のもう過疎地に、これから向かおうと思いますので、そっちではここを抑えた結果またどうなるのかっていうのも、ね、皆さんに見ていただこうかなと思います。では